高田純次は名前の通り次男で、長男は幼くして肺炎で亡くなっている。高田純次が4歳の頃、実母も肺炎で亡くなっており、高田純次の実母の記憶は、病室で泣きながら抱きしめてくれた女性というのが唯一の記憶。仲が悪かった母と祖母、父が母側についたので、高田純次は空気を読んで祖母の味方になった。高田純次は1月21日生まれだが、20歳過ぎまで1月27日生まれだと思っていた。この高田純次の誕生日に気づいたきっかけは、学校に願書を出すとき、間違ってるぞと父に指摘された。高田純次は父の葬式で名前が美恵子だと思っていた母に、本当の名前は美恵なの、父がそう呼ぶからと父が棺桶にいるときに聞かされた。高田純次は美恵のお葬式の記憶が全くないと語っており、その理由はまだ死んでなかったから。